その日エレベン売りと話し合うまで僕は旅人のことなどすっかり忘れていた柵、く眉村拓通り過ぎたやつ少し胃が重い飯抜きにした方がいいのだができなかった僕は白米と卵焼きと煮つけという古めかしい食事が好きなのだチャンスがあると食べずにはいられない ドアが開くと、僕は席を立ち外に出て、弁当売りを目で探した。顔見知りの、歳のせいでよたよたと歩く弁当売りは、僕を認めるとすぐにやってきて、包みを差し出した。どうだい、景気は。僕は金を払いながら尋ねた。まあ、こんなものだろうな。弁当売りは頷いてみせた。特急が止まらなくなったんで、 帰って助かる一度にワッとたかられるとこっちとら不器用なもんでオタオタしてしまうそれにどうしても一つや二つ盗まれるしね今のようにぼちぼち売れる方が気苦労がなくていいよ今日はどこまで行くのかね階1万6125回ああじゃあ一晩泊まりだな 1>, ああ1万6000階に馴染みの宿泊所があるし気の毒だなここのエレベーターは遅いもんでねそうでもないさ僕は磁気貧血を起こすからあまり早いのは好きじゃないそれに明日は休日だろのんびりして帰るつもりだなるほどそういえば明日は休日だったな そんなこと言ってるようじゃおじさん少し働きすぎだよもうそろそろ無理をしない方がいいんじゃないか僕が言うと弁当売りは肩をすくめたそりゃわしだって時には骨休みしたいと思うよけど今日日安い日当で手伝ってくれるような人間なんてなかなか見つからないしね ベルが鳴り出した弁当売りは隣の次に到着するエレベーターの方へ行こうとして不意に振り向いたどうだろう例の男みたいなのいないかね例の男ほらだいぶ前にあんたが世話してくれた旅人さああ僕は思い出した あいつ今頃どの辺りにいるんだろうな弁当売りはもっとしゃべりたそうだったが時間がなかった僕は身を翻してドアが閉まりかけているエレベーターに飛び込んだ案の定空席はなくなっている僕が座っていた席もぶよぶよに肥えたクラゲみたいな女に占領されていた仕方がないそのうちにどこかが開くだろう これからまだ3時間このエレベーターに乗り1万6000回で前回停止の無料エレベーターに乗り換えるのである。僕は壁に持たれたまま弁当の包みを開いた。いつもの通りの9500回のエレベンだ。白い飯、柔らかな卵焼きと、それにきんぴらごぼう、かまぼこ、その濡れた冷たい舌触りを楽しみながら僕はゆるゆると食べにかかった。 エレベンはやはりこうでなくちゃいけない。この頃ではこうしたエレベンは少なくなって、コンパクトな合成食品の詰め合わせが当たり前のようになってしまったが、あれにはまるで情緒というものがない。丹念に口を動かしながら僕は考えていた。旅人か。そういえば、初めて彼に会ったのは、3年ほど前のことだったな。その男は、 423階と424階の間の踊り場に座り込んで何かしていた彼の周りにはバッグや包みなどがどれも同様に汚れた色をして転がっていた僕が階段を下っていたのは全く気まぐれからである簡単な仕事を済ませその日はもう何もすることがないものだから4階ばかり下の420階にあるレジャーセンターへエレベーターを使わずに降りることにしたのだ 階段というのは妙なものだ。それ自体はちっとも動かないで、人間の方が移動しなければならない。途中には時間つぶしをするような設備もなく、塗料は剥げ落ち、申し訳のように暗い日が灯っているだけ。時たま掃除されることもあるようだが、大抵は人海だらけで、おぎりにも衛生的とは言えない。いわばフロアとフロアをつなぐだけの存在なのだ。とは言っても、 エレベーターの少ない時間などには、かなりの人数が階段を利用するし、それをまた当て込んだ小敷きや、いかがわしげな女どもがたむろしているものだから、その一種異様な雰囲気を求めて遊びに行くものだって少なくない。だから、僕はその男を見たとき、小敷きかそうでないにしても、不老者の類だと思った。通りすがりに、そいつが何をしているのか見てやろうという、その程度の気持ちしかなかったのである。 しかし、僕は足を止めた。男は絵を描いていたのだ。絵といっても、スケッチである。揃えて立てた膝頭に手のひらぐらいのノートを置いて、せわしく鉛筆を走らせているのだった。好奇心に駆られて、僕はそのノートを上から覗き込んだ。それは、踊り場の風景だった。汚れた壁面や群がる女たち、通行人などが、 暗い明かりのおかげで生じた陰影を帯びて生き生きと描かれているのだ。ほーと僕は丹精を漏らした。男が顔を上げた。男はボーボーと髭を生やしていた。髪もくしゃくしゃだったがひどくきれいな目をしている。その目の感じと顔つきから僕は男が自分と同じぐらいの歳の青年であることを知った。 彼は手を止めて僕を見つめている。何か用なのか、と言いたげな表情だった。うまいねと僕は言った。何か言わなければならないような気がしたからだ。彼は何の反応も示さなかった。それ、売るのかい僕は何気なく尋ねた。売る彼は眉を潜め、それからかすかな笑いを唇のあたりに浮かべた。 いいや、売りはしないよ。売り物じゃない。でも、それだけうまかったら、売れると思うよ。僕はまた言った。正直なところ、階段風景のスケッチなんてものを買う人間が、そんなにたくさんいるとは思えなかったが、彼の技術に対して、そのくらいのお世辞は言ってもいいような気がしたのだ。青年の後編の笑みは、一段と深くなった。深くなると同時に、 それは鮮やかな嘲笑に変わったそれきり青年は何も言わずせっせとスケッチを続けるのだ僕はしばらく黙って立っていたがやがてにわかに何もかもがバカバカしくなったやっぱりこいつは少しおかしいのだ頭がいかれてるのに違いない出なくてどうしてこんなことをするのだこいつは僕や僕のよく知っている人々とは違う こいつはちゃんとした世間の仲間になれない落語者なのだそう結論を下してしまうともう未練はなかった僕はふんと鼻を鳴らし階段を下っていったそれが彼との最初の出会いだっただからその時にはまだ彼が旅人であるとは全くわからなかったのである飯を食い終わった僕は隅のゴミ箱に包みを放り込み便所に行った 9500階でエレベーンを買ってからもう30分近く立っているもともと長い間立ったり歩いたりすることに慣れていない僕の足はズキズキと痛み出していた余分の金を払ってもいいからエレベーターの上部へ行って特別シートに座ろうそう決心して細いタラップに向かいかけた時エレベーターが減速し23人が席を立つのが見えた僕は慌てて 先ほどの声た女の横の空席へと急ぎ、吐息とともに腰を下ろした。ドアが開き、閉じ、エレベーターはまた上昇する。僕は楽になり、平和な気分になった。エレベンも食べたし、あとは1万6000回まで、居眠りをしようと考え事をしようと勝手なのだ。毎日、自宅のすぐ近くにある会社に出勤し、しょっちゅう出張を命じられては、あっちのブロック。 こっちのブロックへと超高速地下鉄で出かけ、エレベーターで上がり下がりするそんな生活をしている僕にとっては休日やどこかの階で泊まったり遊んだりするときは別としてエレベーターに座っているこの時間が一番気楽なのであるもちろん働き始めた頃はそうではなかった僕はこの世界一般に都市と呼ばれているこの世界の外に何があるのか知らない 世界の外どころか都市にブロックがいくつあるのかさえ知らないのだきっと何百何千とあるのだろうが僕が行ったところこれから一生のうちに行くことになるところはそのうちのごく一部分に過ぎないはずだしかもその尋ねたブロックにしたところでそれぞれ何千回も何万回もあるうちのいくつか限られた回へ降り立つだけの話であるつまり僕は都市の大部分を見ないうちに年老いて死んでしまうのだ はじめのうちは、そう思っただけで気分が悪くなり、目がくらむような感じがしたものである。しかし、今ではそんなことはない。そんなに何もかも知らなくったって、ちゃんと生活していけるのだし。そのことは、僕だけでなく誰も彼も同じなのだ、と悟ってしまうと、なんということもなく安らかな気持ちでエレベーターに乗っていられるのだった。で、僕はまたいつの間にか、 旅人のことを考え始めている。最初の対面から一年余り経って、僕は再び彼と出くわすことになった。九千五百回である。その時、僕は疲れた足を引きずって、仮眠できるところを探していた。かなり無理なスケジュールで、このブロックへ到着したのが真夜中過ぎ。とりあえず九千五百回行きのエレベーターに飛び乗ったものの、 降りてみると次の上がりの長距離休校まで3時間も待たなければならないことが分かったのだ寝不足でめまいがしていたからどこでもいい一眠りしようというつもりだったが午前4時という時刻のこととて照明は休息時の暗さになっており12度止まったことのある宿泊所も扉を固く閉じて呼べと叫べと返事がなかった証拠となしに空いている宿泊所を求めて奉公していたのだ ぼんやりともる星灯を頼りに、僕は人気のない通路を進んできたが、階段に通じる分岐点のあたりでぎくりとして立ち止まった。前方に何か黒いものが横たわっていたのだ。近寄ると、それは人間だとわかった。雪倒れなのだ。都市内で雪倒れというのは珍しくない。人間はいつか動けなくなって死ぬもので。 今のように生きるためには方々飛び回らなければならない時代では自分の家で倒れるのがむしろまれなのだ雪倒れがあるとその会の治安担当係員が身元を調べて送り返すもしも送り返す先がなかったり金も持っていなかったりすると大抵はダストシュートに放り込まれるのだったその後当人がどうなるか知らないがいずれにせよ雪倒れは係員が来て処理するまで放っておかれるのが常なのだ そいつをまたいで通り過ぎようとした僕の目は、しかし、横に転がったバックからはみ出ている紙片を捉えた。スケッチだった。階段の風景のスケッチなのだ。と、すると、これはこの前出会った青年なのか僕は靴の先で、その雪倒れを仰向けにした。やっぱりそうだ。うーん。彼がうなった。生きているらしい。そう気がつくと。 僕は身をかがめて彼に問いかけた。どうしたんだ大丈夫か彼は薄目を開けて低く言った。ひどいじゃないか。え蹴飛ばすなんてひどいじゃないか。悪かったな。死んでいると思ったんだ。たとえ死んでいたって。弱々しくつぶやきながら彼は肘を使って起き上がろうとしたが、できなかった。 ダメだ。彼はうめいた。あんた、なんか食うものを持ってないかえもう二日も食事をしていないんだ。食事をしていない僕はポカンとした。何か理由があって断食しているのか彼は黙って首を左右に振った。変な奴だな。僕は顔をしかめた。 食べ物ぐらい、クレジットカードを出せば、どこででも売ってくれるじゃないか。そんなもの、ない。カードを持っていないって俺には定食なんてないから、持たせてくれないんだ。じゃあ、不老者だな。違う、旅人だ。何旅をしているんだ。徒歩で、このブロックのてっぺんまで登るんだ。 僕は呆然と彼を見つめた。そんな奇妙なことを考える人間には会ったことがなかった。エレベーターに乗りさえすれば一人でに連れて行ってくれるものをどうしてそんなに馬鹿げたことをするのだなぜだと僕は尋ねた。エレベーター台がないのか相手は答えなかった。答える代わりにまた呟いた。何か食わせてくれ。どう考えても。 こいいいいつは気が触れているのに違いない僕はそう思ったがこのままほったらかしにするには僕の好奇心が許さなかったもっと詳しく聞かないことには気が済まないそのためにはとりあえずこいつを助けなければならないが何食べ物を与えるぐらいなら大した損にはならないだろうそう計算して僕は旅人を抱え起こしたけれども僕は覚悟していたよりも多額の金を使わなければならなかった 僕はそこらの店で食事をおごるつもりだったのだが、時間が悪かった。普通のレストランは営業しておらず、結局、どうやら見つけた宿泊所へ彼を連れ込み、そこで料理を注文することになったのだ。おまけに、彼はろくに口も聞かずガツガツと食べ終えると、ただもう眠気を訴えるだけなので、僕はやむを得ず、自分のとは別に、ベッドルームを借りてやったのである。 頼んでおいた通り2時間後に起こしてもらった僕がロビーに出ていくと彼はもうそこにいて待っていたまだ眠いんじゃないかと尋ねたが彼は無感動な調子で応じたもういいんだ短時間で熟睡するのには慣れているそれから柔らかな目を向けて随分と世話になっちゃったなすまなかったと付け加えたいいんだよ変に眩しいものを見たような気がして 僕は慌てて手を振った。助かったよ。これでまた登り続けることができる。その言葉で僕は質問のきっかけをつかむことができた。本当に歩いてこのブロックのてっぺんまで登るつもりなのかああ。どうしてエレベーターにしないエレベーターは使わない。彼は静かに応じた。エレベーターなんて ななないいと思えば気にならない最後まで徒歩で行くつもりさ今までもずっと徒歩で来たんだ時々階段に座って試作にふけったりその気になったらスケッチしたりしながらねその口ぶりから察するとどうやら彼は以前に僕と会ったのを覚えていないらしかったというより僕がしたのと同じような真似を他の多くの人々もやったのに違いないじゃあここまで来るのに ずいぶんかかったろう。400日余り。かな彼はバッグから古びた小さな日記帳を取り出した。今日で、うん、411日目だ。その間、休まずにかそうでもない。今言ったように、途中で道草をするから。僕は自分で、1日に30回から40回登ればいいことにしてる。 それを二日続けたら、次の一日はその会でチン仕事をして、食料や必需品を買うんだ。そしてまた二日登る、というわけさ。うまい具合に仕事が見つからないと、今朝みたいなことになるけどね。そんな調子じゃ、いずれ雪倒れのままでくたばっちまうぞ。ま、それでもいいさ。別に怖くはないよ。もっとも、やはりいざ倒れてしまうと。 今朝のように誰彼構わず助けを求めるのが常だけど、僕は次第に相手が本気なのを確信し始めた。考えていることは狂っているが、紛れもなく本気なのだ。だが、僕はもう一つだけ、はっきりさせておきたかった。なぜ、そんなことをする僕は尋ねた。そうだね。別に理由はないが、ただ登りたい。それだけかな。 彼は答えた。登ってどうする彼は小首を傾けて微笑したが何も言おうとはしなかった。そんなことまで考えてはいないようなのだ。今のところもうこれ以上彼から何も引き出せそうになかった。そろそろ行くとするか。腰を上げようとしてそこで僕はふとあることを思い出した。確かこの9500回のエレベン売りが 安い日当で働いてくれる手伝いはいないだろうかと言っていたっけあのエレベン売りにこの男を紹介してやろうあっせん料をもらえるわけでもないのにどうしてそんな気になったのかまあ僕はこの回でよくエレベンを買うからそうなればこの男ともちょくちょく会えるだろうしそのうちにはもっと納得のいく説明も聞けるだろうと無意識のうちに期待していたのかもしれないそれともこの前と違って 今度は彼に僕自身のことを記憶させたかったのか。ところで、どうだと僕は切り出した。見たところだいぶ弱っているようだし、しばらく軽い仕事をして、金と体力を蓄えた方がいいんじゃないかかもしれん。彼は意外に素直にうなずいた。実は、ここで手伝いを欲しがっている人があるんだ。エレベン売りなんだが、 「一日や二日と言わずここでしばらく働いてみたらそうしてもいい」彼は言ったで僕は彼をその9500回の老いたエレベン売りに引き合わせたのだ契約は直ちに成立し旅人はエレベン売りの手伝いをすることになった人は見かけによらぬもので彼はその仕事を熱心にやりしかも有能だったようである 僕がその9500回を通りかかって弁当を求めるたびに、老いたエレベン売りはとても助かっていると言い,い、彼を紹介した僕にも礼を言うのだった。老人が休んでいる日には、僕は彼からエレベンを買ったが、そんな時、彼はキビキビとして見えたし、どの仕事にしても、やってみると、それなりの面白さがあるものだという意味のことを言ったりした。彼が仕事をやれなかったのではなく、やらなかったのだと知って、 僕はキーの念を抱きやがて都市には常識だけでは判断できない人間だって存在するのだということを信じるようになったけれども彼はつまるところ旅人だった1ヶ月間働いた後、彼は再び上へ上へと登っていったのだ老いたエレベン売りは何とかして彼を引き止めようとしたらしいがどうにもならずそれではというのでよく働いてくれたロウに対して特別手当を支給したようである 僕は偶然その出発の前日に旅人から弁当を買いいつもよりだいぶ長く話し合った準備は十分だ彼はその時言った今度は予定を崩すようなことはないと思うよ2万5千130回の最長部までスケジュール通り登ってみせるぞ僕はこのブロックの特急急行エレベーターが2万5千回まで行っているのは知っていたがそこまで乗ったことは一度もないし ましてその上がどうなっているのかは見当もつかなかった各ブロックが何階まであるかということは何かの案内書かパンフレットに載っているはずだが今まで必要を感じなかったので読んだことがないそれに僕はブロックの最長部なるものへ行った経験もなかったのだてっぺんはどうなっているんだろうね僕が言うと彼は肩をすくめたわからないでもどうせ見ることになるんだから いいさ。登った後、どうする僕は、やはり尋ねずにはいられなかった。どうするかなま、登ってから考えるよ。というのが彼の返事だった。僕は彼のその新しいスケジュールと最長部到達予定日を聞いてメモした。それ以後、彼に会っていない。もっとも、何度か彼の夢を見たことはある。そんな時の彼は、 いつも無表情に上だけを見つめて一歩また一歩と階段を踏んでいるのだった脇の下にしつこく衝撃が伝わってくるので僕は我に返ったいつの間にか眠ってしまったらしく隣席の肥えた女がもたれかかる僕を肘でこづいているのだ僕は口の端のよだれを拭いて姿勢を正した何もあんなに幾度も乱暴につつかなくったって良さそうなものだ と少々腹を立てながら腕時計を覗き込む1万6000回まであと23分という時刻だったつ疲れたおかげで乗り越さずに済んだのだおかしなものだなと僕は苦笑とともに立ち上がりドアのそばへ行ったもうすぐ1万6000回だエレベーターなら寝ているうちに来てしまうが徒歩ではこう簡単に行かない何もわざわざ歩くことはないと思うがな そこで僕は首を振った。どうして、こんなにも旅人のことを考えなくちゃならないんだ ?9500 回のエレベン売りと話し合ってから、ずっと彼のことを考え同士ではないか。彼と別れてから、もう2年近くになるというのに、やたらにそのことばかり考えるなんて。待てよ。僕は目を澄まし、ついで慌ただしくポケットからメモを取り出した。間違いない。今日だった。 彼が言っていた最長部到達予定日は今日だったのだ。はじめのうち僕はちゃんとこの日を覚えていた。時にはあと何日だ、などと感情してみたりした。事実が経つにつれて忘れていったが、それでもたまには彼のことを回想し、その日を確認したものだ。この一、二ヶ月はやたら忙しくて失念していただけのことであるが。記憶の底にはちゃんとしまわれていたのだ。だからこそ、 エレベン売りの言葉をきっかけにしてこんなにもしつこく僕にまとわりついていたのに違いないいやエレベン売りに言われなくても僕は自分で気づいていただろうそのはずであった今日彼は最長部に到達しその当日に僕はこのブロックに来ているのだエレベーターが停止しドアが開く行こうと僕は1万6000回のフロアに出ながら決心した最長部行ってみよう 僕はこれから仕事で1万6千125回上がらなければならないがそこで仕事を片付ければあとは自由なのだおまけに明日は休日と来ている仕事が終わったらもう一度この階に戻って上へ行くのだここから2万0千階までは特急で2時間半その先にも何か乗り物はあるだろう何とかして最長部へたどり着いて旅人と巡り合うのだ僕が先になるか彼がすでに来ているかそこまではわからないが とにかく会うことはできるだろうあって彼が企てた徒歩による最長部到達ということが彼にとってどんな意味を持っていたかをこの目で確かめるのだいやそれは彼にとってだけの問題ではない僕にとっても問題である僕の常識で測りきれなかった人間のその行為に果たして意味があったのかどうかを知ることもできるだろう行くのだ仕事を済ませた僕が1万6000回まで引き返し 上がりの特急エレベーターに乗った時には午後8時になっていたこの時間のこの特急がいつもどうなのか僕にはわからないが乗客は結構多かった20人近くはいただろう2万回で停止するとまた十数名が乗り込んできた新しい客の3分の2は若い男女でどういうわけかかなり興奮しているように見えた興奮するといっても喧嘩をしたりわめき立てているのではない顔をほてらせ 目を光らせ熱っぽく何事かをささやき合っているのであるその話の断片が時々僕の耳にも飛び込んできたどうやら彼らはある一人の人物のことを噂しているらしいその人物を指す冒険家という単語が何度も僕にも聞き取れた特急エレベーターは午後10時半に2万5000階に到着した 24時間活動し続けている繁華街の1万6000回と異なり、ひどく寂しい回である。エレベーターのあたりこそいろんな店があって、明るく照らし出されているが、奥の方は住人が少ないのか、がらんとしている感じだった。そのことからも、ここがいわば最果ての回であるのは明らかだった。ただ、奇妙なことには、その暗い通路を一つの流れのようになって、男女がぞろぞろと進んでいくのだ。そして、 僕と一緒にエレベーターを降りた連中もその群れに入って歩いていくのだった彼らに何の用があるのか知らないが僕には関係ない僕は予定通り最長部への乗り物を探さなければならないのだでもその乗り物はどこにあるのだろうみんなと離れて僕がたたずんでいるとエレベン売りが近づいてきた僕の嫌いな合成食品詰め合わせだが仕方がない僕はそれを一つ買いここから上へ上がるにはどうすればいいかと尋ねた じゃあ、あの人たちと一緒に行きなさるがいい。人の良さそうなエレベン売りは流れる男女を指さしていった。あの通路の途中に自動エレベーターがあって、最上部まで通じとるでな。あんた、最上部へ行きなさるんじゃろ僕は目を見張った。どうしてそんなことがわかるどうしてって、誰も彼もてっぺん行くからじゃ。 エレベンウリは声を立てて笑った。今日の昼過ぎからずっとこの調子で、みんなてっぺんてっぺんと急いで行く。へえ、最上部で何かあるのかいあんた、知らずに行きなさるのかエレベンウリは妙な顔をした。それじゃあ、何のためにわざわざ最上部まで行くんじゃ。旅人に会うためさ。 旅人僕はかいつまんで説明したかエレベンウリは話の途中で手を振って静止し断言したそれならあんたもみんなと同じことじゃよ同じあんた相当下の方から来なすったんじゃな旅人というような言い方からもそりゃわかるが わしが噂を聞いたときは、あの人は冒険家と呼ばれていた。それがついこの間、この階を通りなさったときには、聖者と言われるようになっておった。言い方は違っていても、いつも同じ人物なんじゃ。行くんなら、急がれたほうがいい。 最長上の自動エレベーターは小さいから、乗る順番を待っているうちに、あの人がてっぺんに到着するかもしれんで。わかった。僕はうなずき、ふと相手を見た。で、あんたはあんた、上はいかないのかエレベン売りは目をしょぼしょぼさせた。わし、わしはいいんじゃ。 あんなにたくさんの人の中に会えると息が詰まりそうになる。それに、わしはあの人がここを通りなさった時に、ちゃんと拝んだしな。拝んだ彼お金、ね、そうじゃよ。みんなが聖者と呼ぶ人を拝んで、おかしいかな確かにあの人は聖者じゃよ。歩いて最長部へ行くなんて、 普通の人間にはとてもできん。それとも何かね。あんた、できるかねい,いや、しかし、その気になれば誰だって最上部へ登るぐらい。無責任なことを言っちゃいけないよ。考えついたり、真似事をしたりするのと、本当にやり通すのとは、全然違う。あの人はそれをやったのじゃ。 あんたはやっとらん。わしもしとらん。そこが大事じゃ。僕はめんくらった。そんな考え方は今までしたことがなかったのだ。行くんなら、急がれた方がいい。エレベン売りは繰り返し、僕はすでに歩き始めていた。最長部へ至る自動エレベーターの前には、長い行列ができていた。小さいので、 一度に大人数を運ぶことができないのだそれにスピードも遅いので一度上昇して最上部に行き客を降ろして降下しまたドアが開くまで20分もかかるのだった行列の一員としてじりじりと前へ進みながら僕は乗る番を待った僕の前後左右には雑多な男女それも大部分が若者たちでやはり少しずつ前進していたそうした連中の会話によれば 彼はもうただの旅人などではなく憧れと崇拝の対象になっているようだったある者は冒険家といいある者は聖者また別のものは英雄という表現を使っていたどうしてこんなことになったのだろうと僕は考えたその経緯はほぼ想像できるような気がする初めて400何回かで彼を見た時僕は彼を脱落者だと信じた それから9500回で出会った際には気違いではないかと疑い、そこで別れる時には常識では測れない奇妙な人物と考えるようになっていた。彼が徒歩で階段を上がってきたということ、そしてその回数が多くなるにつれて、それだけの重みというものがいつの間にか彼の背後に控え始めたのである。この僕に起こった心象の変化が他の人間たちにも起きたのに違いない。そしてそれは階が上がるにつれて、 どどんどんエスカレートしていったのだ9500回では旅人だった彼は1万6000回まで来た時口捨てに話を聞いた人々によって冒険家と呼ばれるようになったのだろうそれがさらに上の階のあまり下や他のブロックへ行かない人々の多い辺境へと進むうちに次第に伝説的な存在となりついには神格化されるに至ったのに違いない僕にはそうとしか解釈できなかった順番が来たので 僕はエレベーターに乗った想像以上に貧相なエレベーターで座席などは無論なく立ってやっと15人ほどが乗れるだけなのだオペレーターさえおらず客自身が行き先ボタンを押すという構造なのであるエレベーターは上り始めた誰も無言だったがその顔が期待に満ちているのを僕は認めたねえ突然僕の横に立っていた少女が話しかけてきたどうかしら間に合うかしら あの方はもう最長兵お付きになったと思う僕は黙って小首をかしげた。その他にどういう応じ方があっただろう。僕にとっては彼はまだ旅人だった。九千五百回で別れたままの彼だった。成人などではなかった。が、その気持ちをあからさまに出すのはやはりためらわれたのである。しかし少女の方も別に返事を求めていたわけではないらしく、それ以上は何も言わなかった。 ドアが開き、僕の視野に最長部、二万五千百三十回の光景が映った。人だ、人でいっぱいなのだ。広いフロアには、何の間仕切りもちょう度もない。柱が何本か突っ立っているだけで、照明も数えるほどしかないのだが、そこに群衆がいて、口々に叫んだりわめいたりしているのである。僕は少し吐き気を覚え、人々をかき分けるようにして柱の一つにより、 そこにしゃがみ込んだ。あまりの大人数にエアコンディションも機能を果たしきれないらしく、空気は濁っている。僕はしばらくそこに座ったまま、気分の治るのを待った。ものすごい人だ。しかも、全員、興奮している。彼らの押し殺したようなざわめきを耳にしながら、だが、僕は、出し抜けにあることに思い当たった。この群衆は、彼が集めたものなのだ。 彼自身が一歩一歩階段を登ることで呼び寄せたのだ。これだけの人数を。こんなことのできる人間がいるものだろうか。してみると、確かに彼は何かをやり遂げたことになりはしまいか。どのくらい僕はそこに座っていただろう。はっと気がつくと人々がどよめき、絶叫している。僕は立ち上がった。みんな手を振り足を鳴らして、わーわーと言っているのだ。彼だ。 彼がついにこの会に到達したらしいのである。僕は必死になって前へ出ようとした。誰も彼も同じことをしているのだから、ほとんど不可能に近い作業だったが、それでもやめなかった。僕の心の中の彼はいつの間にか単なる旅人ではなくなっていた。はっきりは言えないが、とにかく何者かであった。その何者かに会いたい一心だった。そして、その何者か、みんなが看護してひれ伏す。 何者かの前へ行って、相手と窮地の相手柄であることを見せたいという、そんな気になっていたのだ。うまい具合に、彼が進むにつれて人々は道を開け、そのおかげで僕の前方が開けて、僕は彼のすぐ近くへ出ることができた。彼の髭は胸のあたりまで伸び、髪も後ろへ長く垂れ下がっていた。全く疲れ切ったという表情で、しかし、目は以前よりももっと綺麗だった。人々は、 もう叫んではいなかった彼が通り過ぎるときはその前にひざまずき彼が遠くなると静かに後を追うだけである彼は列の前へ出た僕を認めて低く言ったあんたかそれは己の信念に従って何かを成し遂げた者だけが持つ低い落ち着いた声であったその瞬間僕の胸の中に変化が起こったのだそれは本能的な直感であった 今までの僕は本当の姿を見ることができなかったのだ。彼はもはやただの人間ではないのだ。そんな感覚がどっと溢れてきたのである。僕には何も言えなかった。僕は彼に続いてついていった。彼に言葉をかけられたゆえにか、僕の行動を制止しようとするものはなかった。彼はそのままフロアを横切っていった。壁際まで来て立ち止まった。群衆も一斉に静止した。 登りきったんだ。と彼はつぶやいた。とうとう、僕は、登りきったんだ。群衆の間にその言葉はゆっくりと浸透していった。万歳一人がわめくと、どっと人々もそれに和した。彼の方に微笑が灯った。群衆はまた静かになった。静かになって、じっと彼を見つめている。 どうしたんだ彼は僕にささやいたどうしてみんな立ち去らないんだあなたは英雄なんだ聖人なんだいや神様なんだ僕は声が興奮で震えるのを抑えていったそのあなたがこれからどうするか見守っているんだこれから彼はかすかに老ウの色を見せたそう これから、あんたは、あんたにふさわしい振る舞いをしなきゃならない。彼はみんなを見回した。これからどうするのだろう、と僕は思った。彼はただの人間ではないのだ。ただの人間でない彼はどうするのだろう。彼にふさわしい行動をするはずなのだ。あなたが、これから下へ降りるはずはない。僕は言った。 そんな当たり前の行為をするはずがない。彼の顔が心持ち青くなった。みんなもそう思っているよ。僕はいい。彼の顔はいよいよ青くなった。僕は、僕だ。彼は口走った。そうじゃない。あなたはもう、あなただけのものじゃないんだ。僕は信じている通りを告げた。マだ 一人が怒鳴った。そうだ、窓だ、窓を探してらっしゃるんだ。別の声がした。二、三人の男女が人波をかき分けて走ってきた。彼の立っている壁際のあたりへやってきた。その時になって、僕はその壁が普通のものと違っているのに気がついた。四角い大きな枠に囲まれた透明な板がはめられているのだ。窓よ。一人がその枠を動かそうとしたが、枠は動かなかった。 他の人々が手伝って押した枠の開かれた向こうには何もなかったただ黒い闇があるばかりでそこから恐ろしく冷たい風が吹き込んでくるこれは窓というものなのか窓だ何人かが昭和した成人は窓から別の世界いらっしゃるんだおとびになるんだ 窓というものを知っているらしい人々は繰り返し始めた「おとびになるんだおとびになるんだ」「バカな」彼のうめく声を僕は聞いた「バカな」「僕がなぜそんなことをしなきゃならない」彼は階段の方へ引き返そうとした「偽物か?」途端に鋭い声がどこからか響き渡った「その人は偽物なのか?」 我々をたぶらかしたのとっと人々は彼の行く手を遮ったどの顔も敵意に満ちていた彼はそれ以上は進めなかった進めばたちまち寄ってたかって殴り殺しにされそうだったああ聖人様一人の先ほど僕にエレベーターの中で声をかけた少女が彼の前に身を投げ出し訴えた「本当のことをおっしゃってください」 あなたまことの聖人でいらっしゃいますねこれは私たちを試してらっしゃるのですね彼はだいぶ長い間その場に突っ立っていたこれはあんたが招いたことだよ僕は低く言ってやったあんたがどういうつもりでここまで上がってきたのかは知らないけどもう戻れやしない戻ろうとしたら 期待と信仰を裏切られたこの人たちにずたずたにされてしまうだろう。そうするか、聖者のまま、聖者の道を取るかのどちらかしかないんだ。お送りしよう出し抜けに、誰かが叫び、それを合図のように、人々がわっとし寄せてきた。彼は青ざめ、キビスを返し、風の吹き込んでくる窓の前に戻った。一瞬、雲が彼の顔に現れたみたいだった。それから彼は、 人々の手でそうされる前に黒い闇の中へ体を乗り出し足をかけて向こうへと飛んだこちらからの光を浴びて体が見えたがたちまち彼は消え後には暗い空間しか残ってはいなかった人々は看護しついで窓にぬかづいた僕ももちろん仲間に加わった彼がどこへ行ってどうなったのか僕にはわからないわからないが 彼は自分のなすべきことを完成したのである。彼は紛れもなく聖者なのだ。その彼とわずかながらでも関わりを持ったことを思って、僕は幸福だった。